あの名曲のイントロに使われているギターエフェクターは何？実機を使って徹底解説しちゃうぞ。はい、ということで今日は番組の12時台までの特集テーマがイントロ特集だったんですが、その解説のためにエレキギターを今日持ってきておりまして、このスタジオに今私エレキギター抱えて座っておりますというようなね感じで音が出せる状態で今日の音楽コラムは、やろうと思います。でエレキギターっていう楽器はねこのギターの本体とこのアンプをケーブルでつないで、ギターから出てる音を電気的に増幅して音を出す仕組みになってるんですけど、そのギター本体とこのスピーカーがついたアンプの間に小さな装置をねかますことによってさまざまな音色を奏でることが可能なんです。その音色を変える装置のことをエフェクターとという風に言うんですけれども、足で踏んづけて操作するもんですから、それペダル型になってるデバイスなので海外だと、単にペダルという風に呼ばれたりもします。今日はですねこの12時台までこのイントロ特集をお送りしてきた流れでこのエレキのエフェクターペダルっていうのがいかにして名曲のイントロを彩ってきたのかっていうことをこのコラムで解説したいと思っております。まず最初に紹介したいエフェクターが、オーバードライブもしくはディストーションと呼ばれるペダルですね。いわゆる歪み系と呼ばれるものなんですけど、もともとオーバードライブサウンドっていうのは真空管のアンプを目いっぱい音量を上げて弾いた時にちょっと音が割れて歪んでしまうっていう現象が発生しまして、その現象がその音が割れちゃってる様っていうのが結構音かっこいいじゃんということで、それがそのままエフェクターのちっちゃな機械でそれを再現したっていうのがオーバードライブなんですね。でそのオーバードライブの音割れ音の歪みをさらに強力に激しくしたのがディストーションというペダルになります。でどう違うかっていうのということになると、一般的にはオーバードライブの方がより、元の音原音に近くて自然な歪み方をします。で一方でディストーションはかなりアグレッシブに歪みます。ちょっと音を弾いて、弾き比べてみましょう。まずオーバードライブもディストーションも何にもかけてない素の音っていうのがこういう感じです。これがエレキギターをアンプでつないだだけの音なんですが、オーバードライブというエフェクターを踏んでみるとこういう音になります。ちょっと音がねガサついてくるというかロックな音になったなという感じがすると思います。これをディストーションペダルを踏むとどうなるかというと、よりアグレッシブになります。かなりやかましい感じになってきました。これがねさっきイントロ特集の中でも最初でお伝えしたパワーコードっていうこのズン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 響くようなこの弾き方でやると、このオーバードライブとか何にもこのかまさないで弾く原音っていうのがこういう感じのちょっと素朴な音、オーバードライブ踏むとそれがちょっと歪む、でディストーションを踏むとがっつりとこのちょっとメタルっぽい音になっていくという、ここではですねディストーションのサウンドが非常に気持ちの良いイントロを聞いていただきたいと思います。バンヘイレンで You Really Got Me。 はい、バンヘイレンの You Really Got Me、 この曲キンクスのバージョンで先ほどかけたんですけれども、非常にこの典型的なディストーションサウンドが楽しめます。これねちょっと、僕今手元のギターで弾くとこういう感じになります。こういう感じなんですけど、これじゃあディストーション外して弾くとどうなるのか、丸裸にするとこういうちょっとね一応あるけどしょぼい感じのサウンドになります。なのでエディ・バンヘイレンのこのサウンドからこのなんというかいかついここからね、エディ・バンヘイレンもこの歪みを取ったら割と素朴な音になるはずなんですよ。ただエディ・バンヘイレンクラスになるとこういうちっちゃなエフェクトペダルではなくて真空管アンプ、巨大なものを用意してそのアンプを思いっきり音量出して歪ませるような方法を取ってますので、多分ね元の音自体もすごい激しい音になってると思うんですけれども、さあ次に紹介するエフェクトは、コーラスというペダルですね。これはねその名の通りコーラス隊が歌っているような効果、つまり
あの元の音原音をダブリングして楽器がたくさん増えたような効果を生み出すエフェクターです。ちょっと音を実際に聞いてみましょう。コーラスのエフェクターをかけない素の音がこういう感じ。これにコーラスをかけるとこのコーラスペダルの特徴は何といってもですね、それをかけただけで80年代っぽい雰囲気になります。80年代にとにかく多用されたエフェクターというわけで、このコーラスエフェクトの典型例としてザ・ポリスの超有名曲 ディ・ドゥ・ドゥ・ドゥ・ディ・ダー・ダー・ダーというこの曲のイントロ聞いてみましょう。はい、ザ・ポリスのディ・ドゥ・ドゥ・ドゥ・ディ・ダー・ダー・ダーという曲のイントロをお聴きいただいてます。これもせっかくなんでちょっとこの手元のギターで弾いてみようかな。こういう感じだと思います。これをですね、コーラスかけずに弾くと、素の音で弾くとどうなるか、だいぶ雰囲気が変わります。だいぶ素朴にやっぱりなりますよね。でこのコーラスエフェクトっていうのはこういう、アルペジオをこの分散和音でかけると使うとすごく美しくなります。例えばで非常にこの美しい音色になります。僕はまあただあんまり好きじゃないっていうか、ちょっとケミカルな感じの響きになるので、すごく 80s っぽいなっていう感じがありますよね。でこれはさっき特集コーナーの中でもちらっと話したストラトのハーフトーンという特殊なマイクのセッティングで、ちょっとカリッとした音、ちょっとカリッとしたこの音との相性も非常に良くてですね、これにコーラスをかけるとまさに 80s っぽい、80年代っぽい感じになります。これカッティングとかでこうリズミカルなパートを弾いても非常に、ハマります。というような感じで、非常にこの 80s っぽい、これをかけるだけで一発であの時代にタイムスリップできるみたいな、そんなエフェクターでございます。さあ続きまして、このコーラスに結構近い同じく空間系と呼ばれるような、モジュレーション系と呼ばれるようなエフェクターでもう一種類ありまして、まあ正確に言うともう二種類かな、その名もフェイザーもしくはフランジャーというエフェクターです。この二つは原理はちょっと違うんですけど、非常に似たサウンドを持っているので一緒くたにちょっと説明しちゃいたいと思うんですが、このフェイザーフランジャーというエフェクター、元の音素の音をダブリングした上でそれを微妙にずらして再生することによって奇妙なうねり感を伴ったシュワシュワサウンドを生み出す不思議なエフェクターです。でフェイザーよりもフランジャーの方がね、効果が分かりやすいので、今日はフランジャーの方を持ってきました。ちょっと音を聞いてみましょう。これがギターの素の音です。何もかけてないのが、これにフランジャーをかけると、ちょっとねシュワシュワした感じ、あるいはジェット機がこう通り過ぎる時のような音がするって、これ歪みのオーバードライブなんかと、組み合わせるとよりそのジェット感が出ます。こういう独特なシュワシュワ感のある、サウンドになるんですが、このジェットエフェクトなんて呼ばれることもあるこのサウンドの代表的な例がクイーンのこの曲です。どうぞ。はい、クイーンの Keep Yourself Alive という曲です。この曲なんかはね、まさにエフェクターありきのこのプレイというか、エフェクター抜きでね弾くとね、結構ものすごい単純な感じになります。デンデンゲデゲンゲってこうなんかこう
でただ弾いてるデケデケ弾いてるだけなんですけど、これフランジャーかけるとこうなんかシュワシュワした感じのねみたいな感じかな、このこれ何にもつけないとっていう非常にシンプルなリフなんですけれども、このシンプルなリフをこのエフェクターかける、このジュワジュワっていうエフェクターをかけることによって、なんかこの何かが始まるぞっていうような感じのね、いい雰囲気が出てますよね。でこのエフェクターはね、バンヘイレンなんかもたくさん使っていて、この激しい歪みのサウンドと併用するとこの結構ねハードロック系のあるあるサウンドが作れるという感じの、そんなエフェクターでございます。そして、もう一個紹介したいのがトレモロですね。トレモロっていうのはどんなエフェクターかというと、これ非常にシンプルで、ただただ単純に音をふわふわ揺らすだけのエフェクターです。例えばなんですが、こういうこれが普通の素の音で、トレモロをかけるとちょっとワン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 ってふわふわ音が揺れてる。これないと、揺らすと、これはねエフェクターの中では一番原始的な作用ですね。音量をちょっとふわんふわんふわんって減衰させて、定期的な周期的に減衰させるだけという一番原始的なエフェクターになっておりまして、古い真空管アンプなんかにも搭載されていることが非常に多いエフェクターなので、すごくねなんかこうアメリカのこうなんか南部の田舎町みたいな、こういうフレーズが非常によく合うエフェクター、シンプルなんだけど、この揺らし具合をちょっと今手元ですごく深くして、テンポなんかもちょっと変えると結構アグレッシブな面白いサウンドになったりします。こういう揺れ方をこうちょっと激しくして、ダダ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 っていうような感じにすると非常になかなかね面白いサウンドになって、このダダダダダダって揺らすような使い方で、非常に面白く使った、この非常にいい例があります。ザ・スミスのこの曲どうぞ。はい、ザ・スミスの How Soon Is Now という曲なんですが、これもね本当にトレモロのダダ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 っていう、このトレモロのダダダダって音が揺れるテンポを曲に合わせることによって、なんかこのすごく曲の一部になってるような感じなんですよね。これも今ちょっと手元のギターで弾いてみたいと思うんですが、音量が大丈夫かな。っていうような感じですね。これトレモロ取ると、素の音だとっていう非常に普通な、ごくごくよくあるストローク、ごく自然なコード弾きなんですけど、これトレモロかけるだけでダダダダって音を揺らすことによって、っていうね、この揺らすテンポを曲に合わせることが非常に肝心なんですね。そうすると非常に効果的に使えると。もちろん曲のテンポと関係なくかけても、まあ面白いは面白いんですけどね。でね、このテンポ、揺らすテンポを曲に合わせるといえばですわ、ですわじゃないですね、ディレイというエフェクターもぜひ紹介したいところです。ディレイっていうのは遅らせるっていう言葉のその意味の通り、やまびこみたいに音を遅らせて発するエフェクターです。ちょっと弾いてみますね。こうやってやまびこ、おーいってヤッホーって言ったの返ってくるみたいな感じ。このやまびこ効果を利用して、やまびこで返ってくる音と追いかけっこ、そのやまびこで返ってくる音のテンポに合わせてそれをうまく利用して弾くと、こういう風なサウンドが作れます。こういうね、このディレイのやまびこ効果を利用して音の数をすごく増やすっていう、この技を得意としていたのが U2 というロックバンドのエッジというギタリストですね。ちょっとこちらをお聞きいただきましょう。はい、U2 の Where the Street Have No Name という名曲ですけれども、この曲のイントロで U2 のエッジがやっているのは、ちょっとこれも実演しています。
これすごいテケ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 音がたくさん鳴ってるように感じますが、ディレイペダルをオフにすると、これしか弾いてないんです。実はこれにディレイを乗せると、という風に音が増えるという、テケテケ音が増えるというすごいね面白いエフェクターなんですが、あ、時間がなくなってきたということで、最後にね紹介したいのが、まあギターエフェクターの王様です。ワウペダルという足でペダルを操作することによって強調される帯域をリアルタイムで変化させることができる非常にユニークなエフェクター。皆さんこういう音聞いたことないでしょうか。っていうね、これはね足のペダルで今カコカコこのペダルを操作することによって音色を連続可変的に変えることによって、こういうようなサウンド、これがねワウペダルって非常にこのギタリストによって使い方のセンスが問われるエフェクターになるんですが、この曲の一番代表例を聞きながら今日の音楽コラムはお別れという感じになります。ジミヘンドリックスブードゥーチャイルド。